ささん離婚されましたね感情で動かされている人間の人って割と多いんですけど例えばその不倫をしてしまいますっていう世の中の人、ね、結構多いんですけどあの不倫しちゃいいけないよねって脳でみんんなな分かってるはずでですよでもしてしまうのってその脳が自分をコントロールしてるんじゃなくて感情で目の前に面白いことがあった不倫やってしまえやってしまったでやってしまったという後に不倫はいけないよねと考えてる理性の部分があるというだけで実は感情で動いているだけっていう人は結構多いと思うんですよね。 なので、あの自分の感情をその理性で完全にコントロールできているという自覚があるのかどうかっていうので、それの自覚がない人だと、やっぱりなんかどちらかというと動物に近いってことなんじゃないかなと思いますけども。篠田真理子の悪口はやめてください。なんか篠田真理子さん離婚されましたね。<laughs> よく今まで離婚しなかったなっていう感じで、いや、あんなんすぐ離婚だろうと思ったら、なかなか引っ張ってましたね。 結婚3年目こなし、旦那がメイド喫茶に毎日通い、年間で300万も使ってしまいました。メイドだけではなく、ピンサロとキャバクラ、かっこ横浜限定サロンにも行ってました。開催を貸したいのですが、おすすめの方法はありますか離婚をちらつかせて、給与の振り込み口座を変えさせてください。変えた口座は、あの奥さんしかおろせないようにしてください。 給与が振り込まれる口座から毎月お小遣いとして3万円ずつ払うとか5万円ずつ払うみたいな契約書を作ってその通りにするっていうのでそれができないんだったら離婚するみたいな形で自由にお金が使えるっていう状況をやめた方がいいです口先だけでもう二度とやらないとかになると思うんですけど二度やります。性欲をコントロールするのってすごく難しいらしいんですよね。 僕は、あの、知名度のある人とか、成功する人と比べて、明らかに性欲少ないなといつも思うんですよ。そういう人の話を聞いてると。なんで僕がじゃあ性欲少ないかっていうと、性欲少ない元に性格だからなんですよ。性欲強い人が、性欲を抑えられるようになりましたって、僕聞いたことないんですよね。なので、あの、多分、性欲強い人って、 防災とかになれば言っんですけど、ほとんどコントロールできないんじゃないかというふうに思っていて、なので、ピンサル行きますとか、メイド記載行きますとかっていう人って、多分止められないんだと思うので、物理的にお金が使えないっていう形にした方が、問題は解決しやすいんじゃないかなと思いますけど、コメントで、あの、乙武さんの悪口をやめてくださいっていうのがあって、戸目的渡部さんとかもね。だからやっぱ、ああいう人ってもうその、そういうもんなんで、変わらないんだと思うんですよね。なので、あの、あこれありかもしれないな。 嫁が家庭内メイド喫茶ややればいいやん <laughs> 確かにね。これ正しいかもしれないですね。じゃあ私がメイド喫茶やるからお前が金払えみたいになのあるかもしれないですね。えー、300万円メイド喫茶の旦那に給与振込口座帰ろうって言ったら二度としませんと8回言ってフリーズしました。報告です。こ <laughs> れ絶対やりますね。<laughs> 二度しますね。 それやられたらまずいって思ってるとこで全然大丈夫です問題ないですっていうのであれば別に口座変えると何,何の問題もないですになるんですけど口座変えたくないという時点で自由なお金欲しいですって話だと思うのでマリコ様マリコ様は元 AKB のかな <laughs> はいはいマリコ様すごいよねマリコ様すごいよねはい、はい <laughs> 逆切れするところとか、こう荒、うん、り出すところとか、はい、でも違うよやってないからね。そうですね。してませんから。はい、はい。まあ何のマリコさんかちょっと僕も分かんないですけど、でもあの音声が出た後に、うん、一切やってませんっていうのを一差で出しちゃうっていうあの根性がすごいよね。 それをだって見て「えっじゃああの音声は何だったの?」っていうふうに人が思うであろうということが全く分からないのか、うんうん、あの音声が流れてるということすら知らない監禁された場所にいるのか何なのか考えてさ、はい、であのあとその音声流れたじゃないですか、うん、めちゃくちゃ白紙の演技してるじゃないですか <laughs> <laughs> いやだからあれは演技じゃないという説もあるわけですよなるほどね魂を込めるとあれぐらいできるわけですそうそうそう、はい、やっぱりやらかしちゃうかないやいやいやでもやってませんから、はいはい、俺は信じてる ということでございましてね、ありがとうございます。<い>今<日>どのマリコさん,んね、分かんないね、いろんなマリコさんいますからね、えー。篠田真理子の不倫疑惑について長めに語ってくださいあの。音声がめちゃくちゃ面白いんですよね。タイムっていう映画で吹き替えをやったときに、あまりに演技が下手っていうのはちょっと面白かったんですけどであの、本気でその謝ったりとか逆にしたりっていう、篠田真理子さんだと思われる音声っていうのがあるんですけど、あのすごい発信に迫ってるんですよね。 なので、あの、めちゃくちゃ面白いんですけど、そって、不倫したよねという証拠がほぼほぼある状態で、責められたときに、最初は謝るんだけど、あの、一回逆切れをするっていう。<laughs> いまあ、いくら謝ってもダメだっていうので、逆切れをして、でも逆切れもダメだよねって言って、やっぱり謝るっていうのがあって、あ、人間ってやっぱり逆切れするんだっていうのが面白いのと、あとその、音声があそこまで出ているにも変わらず、その、インスタグラムで、 あれがあのめちゃくちゃ頭が悪いのか、頭が悪くはないけど、頭がおかしくなってるのか、もしくは何か闇の組織に騙されてるのか、あれだけ音声が出たら、不倫してませんって言っても、いやいや、そうだったら、じゃあなんであんな謝ってるのっていうのも、謝ったあの音声っていうのが整合性が取れないんですよ。だからああののはは私ででりませんっていうので あの、切り抜けるっていうパターンもあるんですけど、さすがに難しいよね。だって、元旦那さんでしょっていうのもあったりするので、なので、不倫してないっていうのが、筋としてはかなり難しいと思うんですけど、それを選んでしまうという時点で、ちょっと頭がおかしくなってるのか、頭が悪いのか、闇の組織に騙されてるのか、どれかなのかなと思いました。あ、記憶喪失っていうパターンもあるのか。 一切そんな記憶はありません。本当にそんなことした記憶はないですっていうパターンね。結婚指輪を買おうと思ってるんですが、おすすめのブランドとかありますか？ありません。安ければ安いほどいいと思います。結婚にお金をかけたカップの方が離婚する割合が高いというのがどっかに載ってました。結婚って結婚式がゴールではなくて、結婚式を行った後の結婚生活っていうのが本来の目的なんですよ。 でも結婚式に金かける人たちってそこがゴールだと思っちゃうので結婚式にめっちゃ金かけて結婚生活にお金がないとか結婚式になんかお金借りちゃったから結婚生活の借金があるからこれから節約しなきゃいけませんとかになっちゃうんですよねなのであの結婚式とかその結婚指輪とかできるだけお金をかけない方があの幸せに生活できるんじゃないかなと思います広木さんこんばんは26歳男で先日嫁と喧嘩をしてしまい手を挙げてしまいました嫁は出て行きその後警察に注意されてしまいました嫁は離婚したいと言ってるんですができれば理想せず仲直りした でですがどうしようししょうか次殴ったら50万円あげるっていう契約書を書いてください。で殴った場合に50万円もらえるんだったらまあいいよねってそれが50万なのか100万なのか <laughs> その奥さんがあの気分が良くなる金額を決めていただければいいと思うんですけどレオさんが奥さん殴ってそれ許した場合ってあの殴ったもん勝ちになっちゃうんですよね。なのでその殴った側のペナルティーっていうのでで次回じゃあこういうペナルティ発動しますよっていうのがあればまあ、殴らないじゃないですか殴られたとしてもまあ得するよねっていうのがあれば、まあ、我慢してもいいかなってなると思うので。 でそういういいいいい契約書を作るとといいんじゃないかなか思います AKB48 が前田敦子さんっていう人をセンターにしたんですけどであの当時の前田さんって別になんかどこにでもいそうな女の子で別にめちゃくちゃ可愛いわけでもないし歌が上手いわけでもないしダンスが上手いわけでもないしっていうのなんですけど能力実力もないけども異常な負けず嫌いな感じが 見てる人たちにはなんとなく伝わってくるっていうキャラクター性が、秋元康さんは、あ、こいつをセンターにしといた方が面白いよね。結果として、そのいろいろなキャラクターの人たちが出てきて、でもやっぱり前田がセンターの方がいいよねっていう空気感が作れるっていうのを睨んでおいたんだと思うんですけど、あれ大正解だったと思うんですよね。 あの中で前田は可愛かったよ <laughs>。まあまあね、あの当時みんな不細工だからどれぐらいでも一緒だったかもしれないですけど、まあまあ。だからその AKB というグループの中であの配置では前田さんはあのいいポジションだったんですけど、じゃあ AKB というのを辞めた後に前田さんが本当に美人だったかっていうと、結局そんなに仕事ないじゃないですか。あそ顔面センターは言い過ぎすいません。はい。だから結局だからその,あの芸能人として可愛いというレベルではなかったんだと思うんですよ。あわかんないですよ。今あの どんな仕事されてるのか僕は知らないのでなんかあのめちゃめちゃ美人として売れてるのかもしれないですけど僕の観測範囲でいくとなんか別になんか映画の主演とかも AKB 辞めたちょっと後になったけど今別にドラマとか映画とか出るわけでもないし別に美人として仕事が増えてるわけでもないのでまあ所詮その程度っていう人がセンターになったっていうそういう認識なんですけどはい宝塚をディスろうとして間違って AKB をディスったすいませんひろゆきさんの偉大なる才君に愛の言葉を200円分ささやいてくださいあ